常用新聞、常用新聞、常用新聞は、茨城県つくば市東ず三丁目の、常用新聞株式会社が発行していた、地域新聞である。株式会社、常用新聞社、及び、株式会社、常用新聞新社が発行していた、旧常用新時代には、日本新聞協会、全国共同志連合に加盟していた。本項目では、旧常用新聞についても述べる。 旧常用新聞廃刊後の2013年、平成25年11月、ソフトバンク出身で、ユナイテッドベンチャーズ株式会社を経営する、久留美沢悟が、地域密着メディアへの経営参画を目指して、つくば市に常用新聞株式社を設立した。常用新聞株式会社は、旧常用新聞新社が保有していた、第5、常用新聞を買い取り、 半径をタブロイド版として第1号を2014年、平成26年2月1日に発刊した。旧常用新聞時代の号数、紙例は承継していない。日曜休刊で当初の発行部数は3000部だった。クルミ沢はこれまで CS 放送会社 J スカイ B、ゲンスカパー J サットなどの事業立ち上げやファンドを通じた IT 企業への出身に取り組んだ経験があり、 常用新聞の発行エリアの人口が約103万人と多い子から地域密着メディアであれば部数像の可能性が大きいと判断したという目標発行部数は日本新聞協会再加盟の条件となる1万部以上で将来的には長野県松本市の地域市市民タイムスを考えに2つの地域版体制に移行することを目指すとしていた発刊にあたって 常用新聞株式会社は、印刷を毎日新聞社系列の当日印刷に委託するとともに、販売を当日印刷から直送できる毎日、新聞の販売展望に一本化することで、印刷、輸送の全外中化を実現して発行コストを大幅に削減したほか、購読契約者を対象に、タブレット端末やスマートフォンでも紙面を購読できる電子版サービスも開始した。 復刊後は、当初は、通常12ページのタブロイド版とし、宅配は原則として、電子版とのセットのみ、電子版のみの購読も可であるが、宅配のみは不可、また前述のように毎週日曜日と年末年始、新聞休館日の翌日を休館としていた。2015年、平成27年12月から一部紙面の変更を行い、前述のようにこれまで、 通常12ページとしていたのを8ページに削減。一面と最終面に、地域密着型の記事を掲載し、番組表の全国テレビ、NHK 総合、E テレ、在京キー局などの掲載を終了。以降は、NHK みと総合、茨城放送、地元ケーブルテレビ局、ACS と、JCOM 茨城のコミュニティチャンネル、コミュニティ FM のラジオつくば、県庁運営のインターネットテレビ、 いわきら TV といった地元メディア、放送みの掲載となったし、またこれまでは、基本的に宅配購読者は宅配、電子版のセットのみとしていたのを、宅配版のみのサービスも、開始、電子版のみの購読も引き続き化するようになった。しかし、購読者数が伸び悩み、月数百万円の損失を計上しており、2017年、平成29年3月31日付をもって、 新聞、電子版ともに休館、配管となった。従業員は全員退職するが、会社自体は当分は存続させ、営業上渡による事業継続の可能性を探るとしている。以上15市町村とその周辺地域の一部では、毎日新聞宅配所を通して配達が行われていた。このほか JR 東日本の石岡駅、土浦駅など館内8駅と、 関東鉄道森屋駅、戸頭駅、館内主要、コンビニエンスストア、セブンイレブン、ローソン、サークル、K、サンクスカメ各店などでも即売を扱っていた。1948年、昭和23年11月1日に豆日刊土浦として創刊。1953年、昭和28年6月1日に常用新聞に開題した。本社は、 土浦市真鍋二丁目七番六号にあり、最終期には東京支社、水戸支社、友部支局があった。土浦市などの茨城県南部を中心に全県をエリアとするブランケット版の長官県域市で2000年代の交渉部数は約8万部だった。また1988年、昭和63年1月1日には茨城県南部を配布エリアとする無料情報市、 つくばックを創刊し、後1992年、平成4年に、常用ウィークリーに開題。毎週金曜日発行で25万部を発行していた。本市の実発行部数は1960年代半ばには1万部以上あったが、全国市や水都市に本社を置く県市の茨城新聞などと競合する中、1985年、昭和60年、関連会社の常用合算が、 国際科学技術博覧会、科学万博会場周辺の駐車場経営に失敗して破産した煽りで、同年6月24日に、水戸地方裁判所土浦支部に、旧商法の会社整理を申請し、事実上倒産した。新聞発行を継続しながら、経営再建を目指したものの、2003年、平成15年には、営業不振から約7億円の累積赤字を抱えて、 経営難に陥り、中川ヒューム観光業や霞などの出資で、設立された、新会の株式会社、常用新聞新社に、同年3月1日付で営業権を承継し、解散した。パートを含む、従業員72人のうち希望者は、全員、新会社に再雇用された。その後も、景気低迷や地元経済の衰退に伴う、大口広告主の廃業などで、 経営環境の悪化が続き、実発行部数は約5000部にまで低迷。2008年、平成20年3月期に6億2000万円だった。年売上高は2013年、平成25年3月期には約1億6300万円にまで減少し、赤字決算が続いた。このため、株式会社常用新聞新社は2013年、 平成25年8月30日、従業員に対する給与支配などの解決のめどが立たないことを理由に、同日組の8月31日付長官で廃刊し、水戸地方裁判所土浦支部に順次小破産を申請した。負債は約1億2000万円で、その大半は臨転機などの未払いリース料と従業員への未払い給与だった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。